この番組は今日もスポンサーの提供だ。お疲れ様です。はい、どうも皆さん、どうもこんにちは。アヤマイスクリーム講師のデスの兄さん、マホンでございます。今日もよろしくお願いします。今日ですね、していくお話っていうのが、まあ、最近ですね、日本でもやっぱこの AI、人工知能ってあるじゃないですか。まあその辺がすごくこう発達してきていて、それがこう50年60年この先、まあ、続いていった時に、我々の生活の様式とか仕事のスタイル、全然違う話しようとしちゃいました。すいません。今日はですね、久々にデスボイスの種類の話についてお送りしていこうと思います。今日の動画をご覧いただくと、デスボイスのその分け方に関してなんか困ってた人とか、何かこう縛りがあった人とかがすごく解放されるようなきっかけになると思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。こんな感じで、このチャンネルでは日々発声関係のお話だったりとか、面白いアーティストを取り上げたりだとか、音楽関係の話アップロードしておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。じゃあ行きましょう。でね、なんで今日こういうトピックでお話をしようかなって思ったかっていうと、まあ2個あって、まず1個が、まあ、普通にまあ、最近ってほどでもないんですけど、ここ2年ぐらいで、デスボイスの種類分けに関する考えが結構変わってきていて、っていうか、まあ、変わったことがあって、お伝えしなきゃなと思いつつ、2年ぐらい経っちゃったんで、ちょっと今更なんですが、ちょっと、皆さんにお伝えしていきたいなっていうのが、まず一つ目の理由。で、もう一つの理由っていうのが、最近私ですね、こちら、テレビ朝日さんの、ハマスカ放送部と、岡本図のベーシストのハマさん、と、乃木坂46の斉藤飛鳥さん、このお二方の番組なんですけれども、こちらに出演させていただくことになりまして、まあ出演させていただいたんですよ。ありがたいことに、当然デスボイスのね、解説とか実践とかをさせていただいたんですよね。で、その中でも結構こう種類の話とか出てきていて、やっぱこの説明を受ける側が結構こんがらがる部分の一つだなっていうのを改めて感じたので、ちょっと動画にしようかなって思ったんですよね。これが二つ目になります。二つ目というのも宣伝になります。この動画をご覧のテレビ関係者の方々、ぜひお仕事いただけますと嬉しいです。何でもしますんで、脱げます脱げますんで、私、はい。デスボイスの分けられ方で、その分けられ方においても、出し方において大きく2パターン有名なのがありますよね。そう、フライスクリームとフォールスコードスクリームですよね。この2つに大きく分けられると思うんですよ。だし、実際に今海外のトレーナーとかもこういった分け方をしている人が多いですね。まあむしろ主流だと思いますし、僕もさっき言ったその2年前とかまでっていうのは、こっから着想を得て体型化を図っておりました。なんですけど、それ今は変わって、今日の本題というか言いたいことここに詰まってるんですけど、フライスクリーム、フォールスコードスクリーム、これ別に分けなくていいです。分けなくていいです。まさかの。ここへ来て。分けなくていいよ。考えなくていいです。マジで。理由をじゃあちょっと説明しますね。この、フォールスコードスクリーム、フライスクリームっていうのは、出し方で分類されてるんですよね。つまり、喉の操作が違うということにされてるんですけれども、僕の考えでは、ここの、よく言われるフライスクリーム、フォールスコードスクリームっていうところの間に、その出し方において優位な差っていうのがないと思ってるんですよね。もう同じ出し方だと思ってるんですよ。っていうのが理由でして、で、これで何が言いたいのかっていうと、それぞれに特殊な出し方とか条件とかがあるわけじゃないから、そういった部分に変に固執することによって練習の効率を落とさないでほしいっていう今日お話なんですよ。まあね、もちろんこの時点でのお話っていうのは2022年バージョンなんで、今後また変わるかもしれないけど、現状ではこう思ってます。出し方が変わんないから分ける必要ない。優位な、その明らかな差っていうのはないと思うから、分けなくていいっていうのが今の考え方です。でね、おそらくこれは、印象としてフライスクリームっぽい何か、と、印象としてフォールスコードスクリームっぽい何か、まあ声ですよね。として分けられるっているだけであって、実際にこの中で声帯が動いてたり、下声帯が動いてたり、その他歪みを司る組織が動いている、その状態自体に変わりはないっていうことですね。まあもちろんピッチが変わったりとか、その粒の大きさが、例えば細かいとか粗いとか、そういうのはあるんですけど、起きている現象自体はもうほぼ同じ、変わんないってことなんですよね。まあ要は、カジュアルな言葉として、リャー!これフライスクリームだよ!とか、ズルー!これフォールスコードだよ!みたいな。これは全然いいと思うんですけど、なんかこれらが出し方が全然違うんだろうなーとか、僕が出してるのはフライスクリームのはずだから、こうこうこうだろうなーみたいな、そこのあたりにこう固執する意味っていうのは全然とりあえずないと今思ってます。例えるのであれば、爆中と側転ってもう物が違うじゃん。物が違うじゃないですか。もう、
後ろに回るのか横に回るのか、でもやり方も違うし本人の意識も違うじゃないですか。まあそれはもう明確に違いますよと。でもさ、例えばさ、バク宙の中で飛ぶ高さが違うとか、まあなんか回ってる体勢がちょっと違うとかってあるかもしれないけど、でもバク宙じゃないですかそれって。バク宙はバク宙じゃんね。これとかと一緒で、その特殊なやり方がそれぞれに存在する、特定のやり方が存在するんじゃなくて、一定の同じような操作の中で高いとか低いとか粒が粗いとか粒が細かいとかあるだけであって、その印象を分けるためのなんか便利めなワードみたいな感じの捉え方がいいんじゃないかなって思うんですよ。例えばさ、うーっていう声を聞いて、あ、綺麗なフライスクリームですねっていう人って多分あんまいないと思うんですよね。まあ知ってる人はね、いないと思うんですよ。だから印象としてフォルスコードスクリームじゃないですか。で、僕もそう思ういますしね。で、じゃあ、リャー、これも聞いた時に綺麗なフォルスコードスクリームですねっていう人は、まあ、もしかしたら中にはいるかもしれないんですけど、まあ、基本的にはまあ、フライスクリームですねってなる人が多いと思うんですよね。で、じゃあここでこの辺の音色を聞いた時に、多分今度は半々になっちゃうと思うんだよ。フライスクリームって思う人もいるし、フォールスコードスクリームって思う人もいるし、それかはどっちだろうなって迷っちゃう人がほとんどだと思うんですよ。だからもうその印象としてですら曖昧なところもちょっと出ちゃってるので、そこもちょっと微妙かなって思うんですよね。パキッとは分かれてないんですよね。グラデーション、印象で言うにしてもやっぱこうグラデーションなんですよ。それぐらい結構曖昧になってきちゃって、その人の主観とかも結構入ってくるもんですから、もう分けるとするんだったら、なんかフライ系のミドル、ハイ、ミドルとかさ、フォールスコード系のローとか、こっちもじゃあもう曖昧に抵抗するでっていう方がいいと思うんですよ。でね、まあ、とはいえ、まあ、さっきも言った通り、印象を分ける言葉、印象として説明する言葉として全然便利だから使っちゃってもいいと思うんですけど、序盤も言った通り、結局もう出し方一緒なんですよ。もう高いか低いか、ちょっと印象が違うかぐらいの話で、もう結局全部、一般的なものに関しては全部一緒なんで、この名称、つまり出し方が違うという部分に変に固執して練習の質は落とさないように気をつけてくださいっていう感じです。もうフライと呼ばれている音も、フォールスコードって呼ばれている音も、ピッチであるとか、ピッチに比例しての粒の大きさ、でかさとかでしかないわけで、やってること、やろうとしてる、トライしようとしてることは同じなんで、でね、この辺はね、僕も結構ややこしくしてしまったなってすごい責任を感じてます。ほんと申し訳ございません、そのあたりは。ね、僕のそのリスナーさん、僕の今見てくださってるリスナーの方々って、やっぱり勉強熱心な方とか練習熱心な方が非常に多いと思うので、まあ、そういう人ほど、区分け、その種類にこだわったりとか、出し方にこだわったりっていう人も多いと思うんですけれども、出し方にこだわらない方がいいっていうお話ではなくて、フライスクリーム、フォールスコードスクリームっていう、その出し方にこだわる必要はもう全然ないっていうことです。なので、その特定のワードに固執することによって練習の効率が、落ちていないかなっていうのが心配で、ちょっとそういう方々向けで、動画今日お送りいたしました。今日の動画参考になりましたらぜひグッドボタン、あとチャンネル登録まだ遊びでない方、ぜひそちらもよろしくお願いします。ということで、マホンがお送りいたしました。バイバイ。